経文社コア福山西店副店長の三島正幸さんにお電話でお伺いします。三島さん、こんばんは。はい、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日は何をご紹介いただけますか？ちょっと前にですね、東野圭吾の話題をやりましたよね。そうでしたね、はい、ね、でちょうどねその直後のタイミングで新刊が出たんですよ。あ、そうですか、はい、でぜひその絵をね紹介したいと思いまして。お願いします。はい、今回はガリレオシリーズの最新刊です。巨像の道化師ガリレオ7というサブタイトルがついてまして、文藝春秋から、1350円プラス消費税ということで発売になりました。うん、ガリレオシリーズというとですね、もうドラマにもなったり映画にもなったり、もう人気シリーズの一つですよね。はい、加賀恭一郎という刑事のシリーズ、2大東のキャラクターと言ってもいいと思うんですけど、湯川学というですね、物理学者ですね、大学の先生でありながら、警察の、まあ、友人の刑事がいて、その依頼が来て、それに、まあ、科学知識を駆使して、はい、事件を解決するというシリーズの最新作なんですけれども、今回短編集です。4つ、短編が載ってて、タイトルだけで言うと、惑わす、聞こえる、装う、演じるというタイトル、いつもこのちょっと動詞っぽい感じ の、タイトルつけるんですけれども、主にねこれ前半と後半で、タイプが違います。前半の方の惑わすと聞こえるはどちらかというとその、最新科学知識が、まあ、ちょっと必要なというか、とても私たちには想像がつかないような最新技術が使われてるんですよ。うん、でそれを解明していくというのがメインの話になって、これはね普通にミステリーとして考えるとちょっとアンフェアというかですね、その事前にこっちとしては分からないような知識を使うっていうのは良くないんだというふうに大体されがちなんですよね。うん、例えば昔に事件が起こって、それの解決に全然その当時発見されてなかった最新技術が使ってたっていう話になると、なんだよそれって話になるじゃん。まあ、確かにそうですね。なんですけど、うん、このガリレオシリーズっては最初からそんな感じで、とても私たちには想像ができないような、最新技術でも、それはちゃんと合理的でちゃんと使える技術なんですけど、それが使われるトリックっていうのは最初からよく出てくるんですよね。はい、で、ガリレオシリーズに限ってはそういうネタ使われても、まあ、ちょっと許しててしまうというか、ガリレオだからしょうがないよねっていう感じになって、ちょっと受け入れてしまう、うんうん、っていう空気がちょっとあるんですけど、まあ、今回もね特にこの惑わすっていう短編は新興宗教団体が舞台なんですけど、そこでその教祖様がですね念を送ると、ある人物が突然というか立ち上がって、窓の方にベランダから飛び降りて死んでしまう、うん、何もしてないのに死んでしまう。でそれは教祖が自分が念を送ったからだって言って自首してくるんですよ。はい、うん、でもそれは普通だったらありえないじゃないですか。そうですね、でそれが何かっていうのを解明するんですけど、そこでですね意外な科学技術がですね使われてたってことが分かるんですよ。うん、これはね結構ねおおって思いますよ。あ、そうですか、はい、うん、っていうのが前半ですね。で後半の装うと演じるっていうのは、そのガリレオシリーズの本領であるところの科学技術っていうのは割とこう脇に置いて、心理トリックとかですね、いうところがメインなんですけれども、うん、特に最後の演じるっていう短編はね本当によくできてます。これは私がですね今年のベスト短編に入れてもいいぐらい非常によくできてます。これ あまりこう言えないんですけど、ちょっとまあ女優がまあ、犯人をやってるっていう、まあ、話なんですけれども、この演じるっていうタイトルが何がかかっているのかっていうのが、うん、重要なキーになってくるんですけど、まあねよくできてますよ。作者である東野圭吾さんが読者を引っ掛ける技っていうのも実は隠されていたり、犯人もちょっと意外な真実があったり、その上に動機の設定が驚くような動機が出てくるんですよ。こういうのが書けるところが東野圭吾はすごいところ、もう国民的作家じゃないですか東野圭吾って。そうですよね、もう誰もが読んでる作家さんになっても、クオリティを下げないというか、ちゃんとそのレベルの高い作品でちゃんと読者を引っ掛けるような作品を書くっていうのがすごいと思うんですよね。うん、まあ、三島さんにそこまで言わすっていうことはすごいですね、きっとね。すごいんですよ。うん、でねこのシリーズがさらにすごいのはね、実は再来月のですね10月13日にもう次の短編集出しますよっていう予告をしてるんですよ。本当ですか。すごいんですよね。これの禁断の魔術ガリレオ8っていうのがすでにこの巨像の道化師ガリレオ7の帯の裏面ですでに予告されています。
はい、ですので、2ヶ月経ったらまた新刊が読めると、まあ、楽しみですね、はい、もう一度タイトル教えてください。ね、東野圭吾さんの最新刊で、巨像の道化師ガリレオ7、これが文藝春秋から1350円プラス消費税で絶賛発売中でございます。三島さん、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。鶏文社コア福山西店副店長の三島正幸さんにご紹介いただきました。鶏文社ブックナビでした。